皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうかシネマコミュニケーター、高橋弘之です。高橋弘之のシネマ館配信。今回は私が住んでおります、尼崎市内のロケが多かった映画「アマロック」をご紹介したいと思います。えー、映画「アマロック」ですけれども、4月12日金曜日からはですね、兵庫県選考ということで、兵庫県内の映画館でほとんど選考公開が始まっています。えー、地元天ヶ崎市内でも えー、ムービックス、天ヶ崎、塚口三三劇場で公開が始まってます。そしていよいよ4月19日金曜日からは、えー、関西圏も広がりますし、そして全国にも広がります。東、え、京、ー、も割り大きなスクリーンで公開されますけども、えー、ご実家ムービーということでね、天ヶ崎がご実家なっていう映画で <laughs>、えー、やってますけどもね、あのー、ね中島あやめさんも江口のりこさんも、えー、いろんなテレビとか出られまして、えー 宣伝されてます、えー、そして、ねまあ、お父さん役が、えー、鶴瓶師匠なんですけどねあんまりあの番宣的に動いてないかなと思うんです。えー、チラシとかポスター見ますと、まあ、この家族、ね、物語お父さんがいて、えー、その娘独身の娘が江口のり子さんなんですけども、えー、そしてお父さんが急にねこう20歳も年下の若い女の子を連れて再婚するということで。 始ままる話でございます、まあ、これね、まあ、あの変えてないけど、まあ、喜劇、昔のいう映画だと喜劇何々っていうパターンに入るかなと思います。まあね、寅さんがね、あっちの葛飾芝又の映画だったんで、それのなんか逆バージョン、逆バージョンはまあ大阪ですけどね、まあ、それの尼崎バージョンみたいな感じでも,も撮ってもらったんですけど、まあ、家族中心の話なんでね、えー、その辺。 面白いいかなと思います山、えー、ロックっていうのは、このね、後ろに <laughs>、映ってます。これね、尼崎の南の方にあるんですけどもね、えー、まあ、こう、水害が起こらないように、こう、高潮になったり、時に、こう、門をね、開けたり閉めたりして、尼崎を守ってるということで、えーまあ、何年か前の台風の時にね、えー、これで尼崎市内は守られたと言ってますけどね、えー、まあ、結局こう、うですか、みんなが知らん間に、こう、守ってるっていうのが、 それイコールまあ父親であるっていうイメージにもつながってるっていうことですね。アマロックイコール、これはどっちかというと、このお父さんの存在、師匠の存在がアマロックっていう感じです。だから、えーねあのまあ、見守ってるっていう意味なんで、えー、これ、えー、あまりネタバレにならないように言いますけど、結、ま、局、あ、キ師匠も、えー、鶴瓶さんも劇中では、まあ、見守ってる存在になってい この2人を、ね、見守っていくという存在になっていくかなと思います。えーね、江口宗子さんも兵庫県出身ですからね、あの今、バラエティでも、ね、何でも我々関西弁で喋ってられるんで、えー、今回、監督の、中村監督の、ね、こだわりで、えー、この関西出身でない人にこう方言指導で関西弁を喋ってもらうよりは、えー、関西弁が。 まあ身についているというかね、あのそれで育った方に演じてもらいたいということで、えー、初めからこう関西出身の方で集めるというのが決まってたみたいです。前、まあ、口の皆さんもぴったりですよね。あの少し、えー、だからねあの、もっともっとこれこう映画じゃなかったらね、あの <laughs> 下品な言葉も出てくるかも分かりませんけども、本当に関西人として聞いてても、この作った関西語じ,じゃないんで、それがすごく良かったですね。えー、中島亜美さんもね大阪 天王寺の、ね、出身ですかねなんでねあのまあ我は基本標準語ですけどこまあ映画の中では極端な関西弁じゃないですけどねなんかこのようなキャンペーンとかあの見てるとついついエグんにつられてイントネーションがあ関西やなっていう感じでもね話してましたけどねです、えー、まね、あ、とにかく、まあ、そのこの3人がどう展開していくか、えー、絡んでいくかっていう話でね、あのー まあ我れ、阪神・山崎駅に中央公園っていうのがありますけども、そこで、ね、屋台が来て、居酒屋みたいな屋台が来て、そこにエグシスムさんをする方がね、よく飲みに行くというところで、あの阪神・山崎、尼崎がよく映りますね。ほんで、あの、これね、もう、悪いですねあの。地元が見る、地元人間が見るとあの、映画の話も追っかけながら、どこで撮ったんやろうっていうのが、すごく、もうそれ追っかけるんで、 えー、この家族が住んでいるのは、尼崎市内の家を一軒借りてで、その撮影用にちょっと屋内とかを描いたらしくんですけど、まあ、あのー、どうですか、われ、カットを見てるとね、この名神高速道路の近くかな、にある家みたいな感じでしたよね。だから、またそれもどこかなとか、いろいろ考えてたんですけど、あのこれが撮影あった時に、われ、その地元地域の方にね、あの お断りしようというかね、まあ、あの撮影しましょうというのは配られたみたいです。それを Twitter であの X で上げてた人もいるので、私は大体いい撮影あ、この場所やなというのは大体いい把握はしてましたよね。本当に山ヶ崎と三和商店街であったりね、映りますのでね、その辺も見てほしいかなと思います。そうだからまあ地元のものはこう見ると、ああ、あそこやなというのはすごく分かるんですけど、あのあの全然、山崎から離れてる方、 ま来た方でも大体、阪神・尼崎駅は分かりますけど、そこからまたちょっと、まあ、まあ天ヶ崎町とかもね、移ったりするんでね、まあ、その辺とか、その、だのまあ、下町っておか,おかしくて、街中までね、商店街も人気はありますけど、こうそこまで歩いたことある人がいるのかなっていうのもありますかね、その辺も見てほしいなと思います。えー もうそんな、なんかもう尼崎か見てほしいということしか言ってませんけどね。でもね、えっと、作品は、ちょっとやっぱりその喜劇って言ったように、えー、微笑ましい話ですね。で、ちょっとやっぱりこう、ボロ泣きまでいかないですけど、ちょっとほろっとする展開の方に向かっていくっていう感じですね。もともと、まあ、1994年の話から始まっていって、そして2015年の話に。 そして2023年の話か、ちょっと、えー、割合年数を経ってくる話ですね。はいあのーまあ、家族の在り方とはどうなのかっていうのを、まあ、固いことを言うとそれがありますけどね、えー、家族の在り方っていうのは決まっているのか、まあ、自由なのか、もう今はもうそういう、えー、マイノリティと一緒で、もうもう皆さん住人登録っていうの、ね、があるからね、これがあかん家族、これがいい家族っていうのは。 なくてあのやはり当時みんなとしてはね今の家族が一番いい家族だと思ってあると思います。えー、ショールベ鉄道師が出るんでね、小、え、竹、ー、芸能の方も出ます。えー、我々も阪神電車、米国に関係ある方も出ますし、えー、そしてまあ尼、まあ、崎出身の方も出ますんでね、それもうん、よく知ってさなんとなくもうそれが出ただけで、あの、 面白いですかねあの。それが全国的にどうなるかなと思います。えー、そしてまあ,あ、ハーバーランド、神戸ハーバーランドもよく行ってますんで、ちょっと震災の思いも込められています。えー、そしてまあ、ずっと展開していってですね、いろんなことがあるんですけど、まあ、明るい気分になれる作品でなんで、えー、ちょっとね、この時期にちょうどいいかなと思いますし、あのー、まあ、ゴールデンィンクね、 お出かけできないことは、このアマロックを見て、尼崎にですね、旅行に来た気分になってほしいなと思います。えー、劇中で、あの、まあ、喫茶店とかティールームがついんですが、これはね、私の家から、え車で行って10分、15分ぐらいのところの正谷さんの、えっ、ー、となな、3店舗ぐらい近くにあるんですけど、それのうちの1店舗で撮られたシーンです。<laughs> なんか、それは後になって、こう、自分が行ったとこじゃない、尼崎が映ると、 分かりにくいところがありますけど、後で調べるとそういう感じでした。はい、本当にね、えー、兵庫県、今、好、う、調、ん、で行ってますんでね,ね、この勢いをですね、全国の皆さんに知っていただきたいなと思います。本当に、あのー、その家族のトラブルっていうか、そんな全然ドロドロしてませんし、あの、なぜね、この辺の組み合わせだと、我々そういう。 嫌味とか嫌がれとか出てくるんですけど、それ全然ないので、ほっとした感じで見ていただきたいと思います。うん、そして、そういうね、あの先ほど言ったように、題、えー、名がアマロック、そのアマロックがこういう場所だけども、結局作品全体にアマロックかかっていきますんで、ぜひとも見ていただきたいと思います。はいね、関西弁でしゃべりたかったけど、<laughs> 紹介やから、一応、基本、基本、標準語でお話しさせていただいております。 えー、ぜひとも7月19日、金曜日が全国公開になりますので、見ていただきたいと思います。北海道も三劇場が今、決まってますかね。7月19日は、えー、札幌シネマフロンティアさん、公開になります。東北の方も岩手県、えー、宮城県で公開になります。関東の方もですね、東京はそうそうそう丸の内東映とか、新宿ピカレルとか、意外と大きなスクリーンで公開。 なります愛知愛知もね、ユナイテッドさんとかできますんでね、関西もありそう、そうだね、阿部のアポロシネマもやるしね、なんあの中島あやみさんの近くですし、梅田の方は大阪ステーションシティ支店まで公開になりますから、ぜひともね、あのちょっと、この辺、ね、喜劇的なあの方が最近少なかったので、えー 4月19日以降ゴーデンクはこの作品で明るくくなってください、えー、ではまた、えー、注目したい作品がなり、まありましたらご紹介させていただきたいと思います。えー、本日の高橋浩之のシネマ館配信は映画「アマロック」をご紹介しました。ではまたお目にかかりましょう。ありがとうございました。